ます。おら、ほぼ。チェックアウトが11時なんで、まあちょっとぼちぼちゆっくりしすぎたんで、ホテル出ようと思います。まあ、今日は筋トレして、まあ、普通にブログ書いて動画撮るっていう一日になるかと思いますね。はい。じゃあ今日から切り替えて頑張っていきましょう。じゃあ、ジャズキ。おいやー。です。間違いはどれだ。はい、ということで今到着しました。よし、じゃあ切り替えてね、仕事を頑張るか。じゃあ準備。その前においとまするぜ。おーいやー。涼介、ちょっと一緒に横になろっか。仕事の前にバナナとプロテイン飲みます。ダメだ。進まねえ。ジム行くわ。ジム行くしかねえ。仕事へのモチベーションの上げ方。それは、まあ遊ぶこと。それと、ジム行くことだね。言ってることが、まあ反対なように聞こえて、実は繋がってるんだな。ハガオ。ああ、もう涼介限界だよ。もう早くジム行こうぜ。おう、遊ぼうよ。さあ、早く、ステロイド打って、ジム行こうぜ。角田さん、遠藤君、今日肩トレお疲れ様です。じゃあ、ジム行く。はい、ご飯の準備が整いました。ご飯と味噌汁とメンマね。最近これを食べ出す人がね、すごい流行っているんですよ。本当にね、メンマ、本当に中毒になるってね、言ってくれる人がめっちゃいるんですよ。本当みんな食べてみ?本当にうまいからメンマ。僕のせいでメンマが流行っちゃうかもしれないな。やった。おいとまするぜ、おいやー。ふぅ。今日も疲れたな。和田くーん。あ、この声は。あ、涼介。和田くん、その、首元の傷、なんだい?え?傷?あ、このあざ?なんだこれ?なんだろうじゃねえよ。それ、キスマークだろ、どう見ても。お前、昨日の夜、ホテルで、一体、何をやってたんだ?いや、そんな、キスマークじゃないよ。別にホテルで何もやってないし。なんかね、気づいたら、あった。なんか虫にでも刺されたんじゃない?そんなわけねえだろ。お前、一緒に泊まってたやつと、一体、何をしてたんだ?もしかして、お前、一緒に泊まった男と、嘘?いや、信じられない。くっそー。怒ったんかんな?許さないかんな?殺すかんな?おいおい、勝手に話広げないでくれよ。ねえねえ、涼介。まあ、そんな怒らないでさ、ちょっと、ここでメンマでも食べて、一呼吸しようぜ。はい、あー、うまいな、これ。でした。もう限界。眠い。でね、なんか寝るってなるとまた元気出てくんだけど、もういい。寝る。で、今日は、寝るのに今日はっていうのもおかしいけど、今日は、動画2本と記事2本が目標です。おやすみ。はい、皆さんおはようございます。えらい、5時間で起きた。じゃあね、仕事を爆速でしないといけないんで、さっさと飯食うか。よっしゃ。2食目食べるぜ、おいえ。おや、白ひげだ。今思い出したわ。今さっきブログ書き終わったのに、その描写入れるの忘れてたわ。ダメだね。もっとしっかりしないと。いやー、マジ知念くん激しこだわ。エロいわ。はい、ご飯の準備が整いました。ちょっとね、帰ってきてからはベッドに横になってツイッターいじってました。今日のご飯なんですけど、今日は胸肉。これはいいんだよ。卵かけご飯作るんですけど、ちょっとね、メンマの美味しい食べ方をね、ちょっと調べてたら、すごい料理が出てきて、卵かけご飯に、メンマを混ぜるとめちゃくちゃ美味しいらしい。だから今日ちょっと試してみます。で、僕のね、卵かけご飯っていうのはね、昔から、こういう味の素、これをかけてるんですよ。他の人がどういう風に作ってるかは知らないけど、僕はね、昔そういう風におじいちゃんに教わったんで、卵かけご飯にこれかけてます。はい。どんぐらい入れりゃいいんだろうな、これ。量は聞いてなかった。こんぐらいか？もうちょい入れるかな？こんぐらいか。知らんけど。で、これをまた混ぜると。メンマの香りやばいな。これをかけると。はい、卵メンマかけご飯の完成です。じゃあちょっとおっかないけど、これ食べていきます。いただきます。匂いはいいね。一体誰がこんなの考えたんだろうな。いただきます。うん。うん。普通に卵かけご飯とメンマを一緒に食べてる感じ。混ぜなくてもいいんじゃねって感じ。普通にこれ一緒に食えばいいよね。ご飯かき込んだ後に。うまいけど。ちんたらしてないで、さっさと食えこのカス。おいえ。うっす、ほら、ふも。普通にやらかしてしまいました。一眠りのはずが、5眠りぐらいしてしまいました。ちょっと寝た後、動画撮影しようと思ってたんですけど、やっちゃいました。反省しなきゃいけませんね。YouTube 動画撮るのと同じぐらい大切なゴミ捨て行ってきます。作業珍しく順調に進んでます。柔らぎメンマ食べながら楽しくパソコンいじってます。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。はい、やっちまったよ。一眠りのはずが5眠りぐらいしちゃったわけで。ブログちょっと進めたんですけど、今日はね、2、3時間で起きる。さすがに起きれるでしょ。さっきね、3、4時間寝ちゃったんだから。もう寝るなよって話なんだけど。まあ2時間ぐらいはちょっと横になるかなと思ってます。で、今日はダンスレッスンが中心、進めていくかな。動画撮るんだけど、ダンスレッスンね。ちょっと明日、また動画撮るんで、ダンスのね。はい。ってな感じで。ごめん、寝ちゃった。おやすみ。